お願いします。よろしくお願いします。じゃあ一回一応でお願いします。ありがとうございます。最近ハマっている曲でコーヒールンバというのをやってみたいと思います。背伸びした路地を
Oh.
軽く動く。意外と練習しないとダメなんですよ。G7 からキュッてればできるんですけど、最近ちょっと G アート7から、それやろうと思ったら結構滑ってダメだったんですよ。フレットの上で止まっちゃう。難しい、はい。あ。はい、では2回目歌います。さっきオリジナルに歌わせてもらった、あ、じゃあ、カバーを歌わせてもらったんですけれども、まあ、荒木さんいらっしゃいましたので、ちょっとオリジナルを歌いたいなと思います。暗黒の歌はちょっとないんですけれども。はい、これいつだったかな、22歳の時に、21歳の時に書いた曲ですね。あんまり歌わないんですけど、せっかくなので歌います。元カノから電話が突然かかってきたというところから始まります。変わらない思いのままでという歌でございます。聞いてください。いきなり君からの電話、忘れようとして忘れられなかった君の声、君と離れてもう何年になるかな、僕はあの頃と同じままさ、あの日の最後の言葉、お互い幸せになろうねと君は涙ぐんで、まるで昨日のことのようだね、思い出すたび胸が詰まった、変わらない君の声聞けば懐かしくて、君のことを考えて眠れない夜もあるの、数え切れないほど、真夜中の街、時が止まったままの僕の部屋の中に君の写真、今日もまた笑顔で僕の顔を見つめてる、あれからたくさん恋をしようとして強がってみたけれど、君ほど熱くなって悲しかった恋はやっぱりなかったよ、今君は誰を愛しているの、君のことだから素敵な人いるかも、僕が叶わないほど星空が映す僕のシルエット、もう一つの影が言って何か寂しげだね、そうそれは君の僕に戻ってくる、そう信じてた。
この両手思い切り広げて、君をこの胸にもう一度抱きしめたい、息が止まるくらい僕を待ち続けてる、今すぐ迎えに行くよ、今すぐ会いに行くよ、変わらない僕が、変わらない君を、変わらない想いのまま、させていただいたんです。で、座ってる金子秀夫さんがですね、スペシャル PA ということで、25組のアーティストの全ての PA をやってくださってありがとうございました。素晴らしいあの音作りの携わりでございまして、自分のボーカルが100倍ぐらいになるような感じで、本当にあの気持ちよく出させていただきました。ありがとうございました。この場をお借りして、これでよ。で、あの、来年もね、あるということなんで、なんとかで呼んでもらえるようにまた頑張っていきたいなと思っています。で、ヒデさんにはですね、MC とかぶってしまって恐縮なんですけど、同じ内容で話させてもらって、僕の友達がですね、亡くなりました。1ヶ月前です、ちょうど。くも膜下出血です。倒れて6日目で、この世を去りました。僕の誕生日が21日だったんですけど、一本受けたのが19日に。で、もうあと今日、明日中だということを聞かされておりました。でも完全に手がつけられない状態だったので。ただね、僕の誕生日を命日にだけはしないでくれとずっと祈ってたんですけど、21日だったんですけど、僕の誕生日が、彼女は22日の朝に、息を引き取ったというところで、あの勝手に思ってるんですけど、一日頑張ってくれたのかなと思って、すごくあの嬉しかったですね。あの、まあ、告別式もそうです、中学の同級生だったんで、15歳の彼女から、その後あったのが34歳の時の彼女なんで、ほぼ19年間あの空白なんですよね。で、あの思い出のフォトグラフっていって、写真がいっぱい出てくるんですけど、その自分の知らない時の彼女がいっぱい出てくるんです。ですごくあの久しぶり、初めて会うような感じで、すごくなんか、こんな素敵な人だったんだなって改めて思ったんですけど、まあ、なんか旦那さんがね、あの私にとっても似てるっていうふうに噂されておりまして、まあ、どう見ても私の方がイケメンだったんですけど、まあ雰囲気はすごく似てて、ご挨拶させてもらったんですけど、あのオーラがとても近いなと思って、あ、なるほどなと思って聞いたんですけど、ですからあの飲み会なんかになるんですね、石黒くんなんて呼ばないですよ、僕のことパパパパって呼ぶんです、僕も彼女のことママママって呼んでたんですけど、つけてたわけじゃないんですけど、まあ、そんな感じであのとても仲良くさせてもらったファンなんですが、48歳の若さでこの世を去りました。本当に駆け抜けた人生だったのかなというお父さんはおっしゃってましたけど、であのたまたま自分の書いた曲に、まあ、そういった歌がちょっとあったので、それを、まあ、
どうしてもそのアコースティックパーティーというイベントで歌うつもりはなかったんですが、まあ、どうしても彼女の魂に捧げたいなと思って、入れさせてもらったんですけど、まあ、せっかくこういう機会で、ちょうどまあ1ヶ月なんで、彼女に向けてまた歌いたいなと思います、これは歌の中では奥さんが死んだことになって、その死んだ奥さんに対してどういうふうに、接していくかということを書いているんですけれども、まあ、僕の奥さんはとても元気なんですが、なんとなく、彼女の死の一報を受けてから、この歌がすごくちょっとこう、なんというか、魂が入ったような、そんな感じになりましたので、またこれからも歌っていきたいなと思います。歌って聴いてください。マルーンレイカーという曲です。眠る君の周りたくさんの花びらが鮮やかに敷き詰められて、君の頬にそっと触れたもうぬくもりはなかった。君はいつも笑ってた。どんなに辛い時でも涙一粒見せないで、あの日から君はこの大空を自由に飛んでいたんだね。僕は君に何ができたのか、僕を選んでよかったのか、答えを教えてほしい。もう一度君の声を聞かせて、君がいなくなった世界で僕の心の時計は止まったまま、その針を動かしたくて君と出会った。あの街路樹の下の思い出を手繰り寄せた。ある日君と同じ目の娘から言われた。君が空にいるのなら風船に手紙をつないで空へ飛ばしてみようって、僕は君へ手紙を書いた。ただ愛してるその思いだけ綴って、雲一つない青空の彼方、君の元へ届くように祈った。今は離れた場所にいても、もう少しも寂しい泣かないよ、またいつか巡り会えるね。この手紙を運ぶ風船がいざなってくれる空で、あの日から空を見上げるたびに君がそっと見ていてくれる気がする。嬉しい時のこぼれに悲しい時の雨、君が包んでくれているようで、星空に輝く光がきっと君からの返事なんだね。もう一度この空で
ありがとうございます。憧れの荒木さんが来たんで、ここはピアノ弾かないわけにはいかないと、弾かないぞという感じで行きたいなと。言っても暗黒の歌がないんで、とりあえず。
RC サクセッションの曲で、きっと今まで誰もやったことないだろうなっていう曲をリスペクト、荒木さんに。気持ちいい。いいいいいい気持ちいい。いいいいいい気持ちいい。気持ちいい、そうさ、おいらは一番気持ちいい、誰よりも気持ちいい、最高最高、感覚が感じる気持ちいい、誰よりも気持ちいい、どこまでも気持ちいい、布団で寝ているやつより、女と寝ているやつより、新聞読んでるやつより、音符を取ってるやつより、誰よりも気持ちいい、どこまでも気持ちいい、そうさ、おいらは一番気持ちいい、どこまでも気持ちいい。あれ、カカカカ感じる気持ちいい、誰よりも気持ちいい、どこまでも気持ちいい、車に乗ってるやつより、電車に乗ってるやつより、条件出してるやつより、いちごミルク飲んでるやつより、誰よりも気持ちいい、どこまでも気持ちいい、いいいいいい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 気持ちいい、最高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 。ありがとうございます。